夕顔は、自由の曲。気空家兼業の作曲、八十、先兼業のこと手付けによる、強風手ごとものである。層は、平ら上司、三元はに上がり。全歌から手ごとから、後歌という構成。商品ながら旋律が美しく、軽曲である。歌詞は、源氏物語の第四条、夕顔を歌ったものであるが、直接物語の筋を歌うのではなく、 物語の背景を前提として、歌として創作したものである。源氏が17歳の時に六条目安所の屋敷に忍んで通っていた頃、五条のあたりにあるウーバーの家を見舞った時、夕顔がきれいに咲いた絵があった。その夕顔の家の女主人は、決して名前も身の上も明かさなかったが、源氏は身分を隠しその家に通うようになる。この女は三位中条の娘で、 柱中将の第二夫人であり柱中将との間に玉カズラを設けていたが、本妻の嫉妬に愛隠れて暮らしていた。源氏とは、お互い蘇生を明かさぬまま8月15日の暁の晩に、源氏の別荘でちぎりを交わすが、物のけが現れ女は亡くなってしまう。歌詞は、物語の筋や文句をそのままなぞるのではなく、物語の背景を前提として、 私的に構成したものとなっている。歌詞の中にある、白露、光を添えては、夕顔が読んだ、心当てにそれかぞと見る、白露の光そへたる、夕顔の花と原人の変化である、よりてこそそれかとも見めた、そ彼にほのぼのみつる夕顔の花によっている。住むは誰を唱えてや民と他そ彼に宿りきする車の、訪れも耐えて床式中垣の隙間も止めて、 かいまみやかざす奥義に炊きしめし空炊き物もほのぼのと、主は、白露光を天へて糸と戸生えある夕顔の花に結び、叱り根の夢も覚めて、身にしむ、夜半の風歌の概略は、住んでいるのは誰だろうかと、たそがれ時に訪れた車であったが、立ち寄る車も耐えていた。知りたく思いなかがきの隙間を探しかいまみた。女がかざした奥義に炊き込んだ香の香りがどことなく、 漂ってきて、女主人は誰か知らないが、白露が光を添えて、一層美しく見えた夕顔の花を縁に結ばれた。うたた寝に見た夢も、覚めてしまい、夜半の風が身に染みた。ありがとうございます。